こんにちは、雑貨や文具が大好き、西根隆二でございます。本日、東急ハンズ広島店にやってきております。本日まずですね、僕が紹介したいのはこちら、万年筆なんですけれども、柄がとっても可愛いですよね。こちら京都の職人さんが丹精込めて作り上げた一品となっております。茶色と黒を基軸にですね、赤が差し色として入っておりまして、非常に日本らしい柄でございます。しかもですね、こちら普通の万年筆と比べて細いんですよ。なんで持った時にすごく手にフィットした感じがあります。書きやすいんですね。こちら他にもですね、こちらが桜柄ですね。そしてこちら金魚柄のボールペンもあったりして、非常に万年筆ボールペンコーナー充実しております。さあ本日もこの方と一緒に紹介していきたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは、東急ハンズ広島店の岡本さんです。よろしくお願いします。お願いします。頑張っていきましょうね。はい、お願いします。はい、ジャパンイモーションがおすすめする日本の面白グッズ、便利なアイデア商品やお土産に最適なグッズも登場しますよ。さあ岡本さん、まずは何を紹介してくれますか。はい、商品紹介の前に、はい、質問があります。お、何でしょうか。どんな動物が好きですか。選択肢を言うので選んでください、はいはい、なんかちょっと心理テストみたいになってきましたね、はい、何ですか。1パンダ、はい、2ブタ、はい、3ネコ、はい、4クマ、はい、5は柴犬。おお、柴犬だけ限定してますね随分と。じゃあ猫で。猫で、はい、で、はい、商品紹介なんですけどこれその心とかない。おー、かわいいな。でもこれペンケースですか。ペンケースです。わ、かわいいですよね。なんとも言えない表情ねえ、はい、喜怒哀楽すべてを示してますねこのペンケース、机の上に立てることもでき、ペンスタンドに早変わりするんです。猫の他にクマ、柴犬、豚、パンダもあり、お気に入りの動物が選べます。他にもいろいろあるんですね。他にもいろいろ種類があって、例えばこれは、それはスリットポーチですね。スリットポーチ、はい、え、女性だったらリップとか、うん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 、飴、喉飴とか入れていただいて、ゴミとかほうほうを入れて持ち帰ったりとかもできますし、はい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 、そうですね、ちょっと出かける時とかに、はい、こう携帯電話とかも入りそうですね、はい、へえ、まあ、何よりやっぱデザインですね。そうですね、とっても可愛らしいですね。もちろんポーチもお好きな動物の中から選ぶことができます。西根さん、はい、もう一品、私の好きな柴犬がいます。随分ちっちゃいですね。はい、これは何ですか。これは実はマグネットのバンドになっていて、はい、マグネットのバンド、はい、例えば、はい、コードに巻きつけて使ったりとか、うん、ああなるほど、こういうことかな。こうぐるぐるっと回すと、だから、はい、こういう充電器のコードとかを、はい、カバンの中でこうバラバラってさせなくて済むんですね。そうです。綺麗にまとまりますね。はい、何より可愛い。マグネットっていうのはどういうことですか。マグネットなんで、このまま束ねていただいて、はい、例えば冷蔵庫とか の、 あのマグネットが引っ付くような、ようにペタッてやっていただくと、え、こことかつきます。はい、つきます。ほんとだ、はい、いこれすごいですよ。可愛 い、 いと、え、ここマグネット入ってんだ。はい、うわ、これすごい。はい、かわいいだけじゃないですね。そうです、まとめることもできて、はい、くっつくこともできる、はい、これめっちゃいいじゃないですか。買う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 いくら。マグネットバンドもお好きな動物の中からお選びください。日本で人気のカプセルトイをご紹介。その種類の多さに外国人旅行客もびっくり。ガチャガチャポンポン。本日チャレンジするガチャガチャはこちら、土偶と埴輪。
土偶と埴輪は遥か昔に作られた土製品で、遺跡や古墳などから発掘されたものです。僕が狙いたいのはやっぱり土偶でしょう。土偶来い。来た。色埴輪っぽいな。埴輪の色だな。埴輪だ。なんかよく見ると可愛いです。元々の造形がユーモラスで可愛い土偶と埴輪、手元に置いてじっくりと見つめてみてはいかがでしょうか。続いてはリュウジ君が発見した面白グッズ、見て使って嬉しいグッズを紹介しますよ。さあ続いて僕がおすすめする便利グッズはこちら、歯ブラシなんですけれども、中でも僕がおすすめしたいのがこちらなんですね。みそかの歯ブラシでございます。これ一見普通の歯ブラシじゃないですか。これ何がすごいかと言いますと、歯磨き粉が不要なんですよ。水だけできれいに歯を磨くことができるんです。ちょっとやってみましょう。ブラシの先端を水につけまして、磨きます。早速歯を磨いてみたリュウジ君、その感触は？タッチがすっごい優しいんですよ。優しいんだけれども綺麗に磨いてくれている感じがありますね。これすごいですね。今まで経験したことがない歯ブラシの、感触でございました。これ秘密なんですけれども、ちょっと綺麗なもので、これ秘密はですね、このブラシ部分のコーティングにあります。これ特殊なコーティングをすることによって歯磨き粉いらずの歯ブラシが実現しているんです。これがジャパンの最新のテクノロジーじゃ。歯ブラシの概念そのものを変えた革新的な一本、ぜひ日本のお土産に。岡本さん、はい、次は何を紹介してくれますか。はい、続いていくところが、はい、お花の商品を特集しているところで、うん、例えば、はい、お綺麗、綺麗ですよね。え、めっちゃ綺麗。これなんて言うんでしたっけ、こういうの。これが、ハーバリウム。ハーバリウムだ、はい、ねえ綺麗ですね。これだから植物を、はい、こう専用のオイルにつけている状態ですか。そうですね、専用のオイルで、うん、うわー綺麗ですね。でしかも結構これ長持ちするんですよね、はい、ハーバリウムですよ。春にぴったりですね。そうですね、うん、お花のインテリアとしてももちろん長く使っていただけるので、ね、いいかと思います。一つだけでもいいですけれども、はい、たくさん置いてね、より華やかに部屋を彩りたいですね。そうですね、はい、鮮やかですよ。これは本当にいいわ。テンションが上がるもん、はい、他にもお花のグッズあるんです、はい、おお、ここもだ。え、これはピアス。ピアスですね。こちらちっちゃいハーバリウムになってますね。はい、かすみ草。これ本物の花が。本物が入ってます。あ、そうですか。これ女性は嬉しいでしょうね、はい、これは何でしょうか。ミモザですって。あんまり派手さはないですけれども、はい、一番おしゃれなんですね、はい、ね、へえ、面白いですね。そしてそして、これは、あ、スマホケースですね。はい、これ本物の花ですか。はい、うわ、本当だ。よーく見たら立体感があります。これ春にぴったりですね。そうですね、あのスマートフォンってずっと持ってるものじゃないですか、うん、で同じケースばっかり使ってると飽きちゃうんですよね、うん、そうですね。で季節によって変えるっていうのはあるかもしれないですね、うん、これはいいわ。日本の春を感じる花の小物、おしゃれに使いこなしてみてはいかがでしょうか。
そうですか。あのグッズも、まあ、たくさん紹介していただきまして、はい、ね、今日もありがとうございました。ありがとうございます。本当に素敵な商品たくさんでございました。本日も皆さんもぜひ旅の思い出やお土産に東急ハンズに遊びに来てください。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。